FM 那覇あなたの夢を叶えるラジオ、川柳助っ人のスケベジャリスケ今宵スケスケ月曜オリジナルは便秘とジャリスケです。お酒もいるよー。よっしゃい、順調に。キャンさんいません今日もね。ありがとうございます。順調です。順調そうですね、順調にやってますけど。いやそうですよ、はいはい、うん、キャンさんと俺とサーキーでデッキ一つで、もう一つ別のデッキみたいな感じさ。カスタム的な感じでごめん、最近やってるやつね。あ、すいません勉強不足で、ま、いや、あんまりわからんのに言ってしまった。ごめん。遊戯王ですね。遊戯王の感じ。あ、遊戯王の髪がちょっとセットもしつつ、髭も剃ってない、ごめんなかなかなコンディションの悪さじゃないですか。そうね、いや、たっぷり寝たんだよ、はい、でも。おお、寝たらヒゲが生えたんだ人間はもうそうできてますからね神様が作る際に。いやしかし酒飲みてえな。お、今夜はな。お、今日は飲めるんですか。今日飲めるんだよ。お、飲もうと思った。明日はちょっとゆっくりめな。ゆっくりめ。なるほど。午後あっち口座焼き、あーに午後明日打ち合わせね。はい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 、CM で今やってる。サンマ、あのやってるやつ。物議を醸したそうそう、いろんな方から。謎解きするなよラジオでは。いま、はい、未だにあれ何って言われますか ね、 ね、僕ら。沖縄でアメトークの時間に流れてる。はい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 。どんなもんじゃ。やってますね。やってますけど、はい、明日午後ちょっと打ち合わせがありまして、ね。おお、はい。から午後からです。そうなんですよ。じゃあ今日はもうね、はい、今酒持ってこいって感じだね。あら。今日この後稽古？そうですよ。稽古ですね。何言ってんだ、酒持ってこい。いやいや、バカ言ってんじゃねえよ。いろんなのがありますよ。誰が3年目の浮気をや。いや、言ってねえよ。稽古場でまあ飲めますからね、今はもう。まあまあまあ、キリンフリーでもちょっと物議を醸しましたけど。そう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 。まあ別に飲もうと思えばね。まあ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 、そうですね。タンブラーとかに入れていけばね。罪ではないですからね。便秘さん、稽古始まった時よりなんか陽気になってる。罪悪感の問題でしょうね、これは。その辺はね。便秘さん、声もちっちゃくなりますね。そうなんですよ。いや、でもあんだけたくさんいたらちょっと楽しくなると思う。テンション上げたらね。飲んでいくと。はい。さあ、ということで、はい、まあ助っ人ジャリスケとは言いましたけど、もうレギュラーですよね。そうですね。いいですか、もうそこまで助けてもらってますし。そうですよ、こちらこそもういろんなこの私生活のケアまでしてもらいまして、うん、いやいや、はい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 、はい、そもそもあのこの間僕とジャリスケとキャンさんと3人の時のやつは彼女まず聞いたの。あれ彼女はまだ聞いてないっす。あれは聞いてない。よかったっす。なるほど、よかったっす。はい、なるほどね。さあ、今宵スケスケにしちゃおうと思ってさ、もう丸裸にしようと思って。あ、それでスケスケ。そうそう、スケベーからの。なるほどなるほど。スケ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 言いましたけど、冒頭から、はい、どうしようか。うん、もう大体いろんな人からなんとなく匂いは伝わってきて、はい、はい、何があったかっていうのはなんとなく。そもそもね、前回の放送をおさらいすると。そうだ、おさらいしよう。はい、はい、まあ、まず、まあ、もう僕がとキャンさんが休んだ時の話から。そうですね、まあ、さらっとね、本当にさらっと、まあ、さらっと、はい、まあ、ジャリスケ、うん、彼女がいるのに童貞だと。なるほど、はい、3年つけという彼女いるのに童貞だと、うん、はい、それを聞いたキャンさんと、まあ、ベンビーさんがいろいろ、まあアドバイスを、コンドームの使い方からとか、はい、もう完璧に焦るなよっていう、俺たちがいつも一緒にいるぞという。そうそう、一筆添えてコンドームの、袋にね、はいはいはい、でやるときは俺たち思い出せって。そうそうそう、やるときみんな一緒だぜって。それを何か聞いたんだった、彼女が。彼女はそれは聞いてないですね。それは聞いてない。あ、これは聞いてない。そのこの前のちょっとコンドームを買いましたよって言った、うんうん、あ、はい、いつでもできる状態ですよっていうのを彼女が聞いたんだ。でそこから1ヶ月間彼女とは会わずに、ちょっと変なしたのもあるんでしょうね、はい、はいはい、で僕たちがこの話をしたのはライブの週の月曜日だったんで、はいはい、ライブ前にやるのするって、ね、そしたらちょっとライブ前厳しそうですっていう話がね、うんうん、後々いただきましたんで、はいはい、
ってライブ終わってから僕まだ何も本人の口からは。そうでもやっぱりなんかちょっと雰囲気が変わってますよね、はい、いやなんかよ余裕がある。なんか出てるそんなの。あれタメ口だったっけ。あれタメ口だったっけ。出てるこんな感じ。調子乗ってるとかわけではないけど、あるな。あれ調子乗ってる感はあるけど。どうしようこれ結論から聞いちゃおうかな。結論を先に。先に彼女にあの後会った。会いました。会いました。はい。で今3回あの後会ってるんで、おそのうちのこの何が起きてるかですよね。3回の間に。まあもし初めて会った時にやってたらもう3回ともやらずにはおられんわな。あ、そうっすね。それはもう覚えた手ですもん。そう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 っすよ。っていうとこですね今。それはそうよ。ってこうですよ。お、そして3回会って。さあどうだったんですか。はい、最初会いました。これライブの何日後？これライブの、うんうん、あ日にちまで言っていいの？あ、一応ライブの日に会ったんですよ。お、ライブ終わって。はい。はい、でも自分も決めてて、はい、このライブ終わってめちゃくちゃに抱いてやろうと。あ、なるほどね。ライブ終わって童貞が何をお前そうライブ終わった勢いってのもあるかもしれない、はい、まあそうだよね、高揚感な。シャワーもちょっと浴びずにライブの感じ残して、うん、いやそこは浴びれやお前。行くぞと。いや初めてだろ。まあまあっていう気持ちでこう、うん、挑んで。野外フェスじゃないんだから。ちょっと黙っててくださいジャリスケのターンなんで。ジャリスケのターンです。アメルさんか、ごめんごめん。野外なんかフェスみたいなこといつも、うん、まあ一応それで、うん、ちょっとまあ絶対抱くつもりだったんですけど、うん、ちょっとライブでゲロ滑りになられまして僕、うん、あら、あ、そうだった。何のライブだっけ。の起承転結ですね、先月の、野球部の監督のネタやって。あ、あれはな、もうリハの時からちょっと滑りそうな匂いがちょっとあしてたんかい。止めて止めて。いや、そう止めて、そう止めるなりアドバイスを、うん、はいはい、ね、まあ、見てみようと思って。まあそれで、はい、それが滑ったおかげで、まあ、滑るとやっぱチンコは立たないんでしょうね。ああ、ちょっとこのそれある、うん、滑るとどちらも立たず。 なるほどなるほど。それでまあ2人同じベッドで静かに朝を迎えるという、はい、あ、一応は一緒に寝られて、一緒に寝て、まあ、ベッドで寝て、まあ普通に本当に寝ただけ。あ、まあ、まあまあまあそうだね。寝ただけに、はいはい。でまあその日はちょっと抱けなかったんですよ。要はもう抱くっていう表現がもう童貞が言うことじゃないけどな。その日は抱けなかったんですよ。童貞が抱くとかっていうのこれ大丈夫かな。こっち隣の居酒屋さんお客さんの入りに影響ないから大丈夫ですかね。申し訳ないです、はい、後ろ姿が、でそれでまあその次に、はい、2回目会って、うん、でまあ結論から言うともその日に、うん、はい、抱きました。いや抱きましたっていうのが立ち直って滑るのを立ち直って、いろんなところが立ち直ったのね。まあ滑り良くするためのものもね。まあそこは滑った方がいいんすけど。そうだ、いろいろだね。はあ、おめでとう。ありがとうございます、はい、おかげさまで。記念日とかみんな覚えてていいの。あ、記念日、うん、一応僕が覚えてないんですけどね。あら、あ、これライブの翌日とかではないんだ。ではないですね、1週間後ぐらいですね。ライブのそれぐらいだな、はい、はいはいはい、それぐらい。なるほど。年度は2、4月、あ、どっちだ。もう本当にギリギリどっちかっすね。どっちなるほどね。5月か4月か4月か3月か分かんないんですけど。4月1日だったら彼女は、はい、ね、夢か、はい、嘘なのか、抱いたことが嘘なのかという、そう夢のような時間だったのかしら。 そういうことあるよね、それぐらい。いや、もうひいひい言わせてもうやってきましたよ。もういや、私正直軽く聞いたんですよ。軽くというか、どんな感じだったか内容を、はいはい、もう、あ、なるほどね、はい、こいつ、うん、あんだけこのコンドームの付け方練習したのに3回失敗したらしいですよ、はいはい、え3回俺たちがメッセージ書いたのはあれ全部失敗しました。敵地に赴くこともなく、こともなく不発に終わったらしくて、で自分であのあらかじめ買ってたやつで、あの初めてこの挿入することに成功するという、中に潜ったわけね。ちょっと俺のメッセージを敵こと鎧のごとし。あれがいけなかったんか。あれ全然無理でしたね、でも一発目にベンビーさんの使ったんですよ。先陣は来たんです。先陣は来たのに先方ベンビーさんのやつで、はい、もう何が何だかやっぱ分からないじゃないですか。あんなにマイク使ってやったのにな。全然やっぱ1個目がどんな失敗だっけ。1個目なんでしたかね。1個目はなんか入れようと、あ、挿入しようとこうするじゃないですか。して、でもなんかなかなか入らなかったんでしたかね。トロッとしたんか、入らないけどなんか、はい、でも無理やってなって1回取ったんだね。1回取って、はいはい、で次2回目は、
間違ってあの逆方向につけてしまって、だから言ったのね、裏表が、はいはいはい、そしたらこの自分のこう液がついてるので、はいはい、これをまた挿入してしまうと子供ができる恐れもあるということで2回目はもう見捨てて、そうね、あのね、そうね、大事な彼女ですから、はい、それそうね、うん、で3個目つけて、うん、これあれですかね、大城熊さんのオンエアとか書いたやつ、これオンエアしてやるぞと、もうそうだね、オンエアしてやるぞだね、3回目でついに入ったんですよ、もう3個目にしてついに入って、でまあその入ったまま30分こう上下運動をしたんですけど、それで終わったという、果てずです。なるほどね、はい、だから話聞いたら膝が当たって入らないみたいなまあこの辺からちょっとあんまりにも具体的な話また飲みながらやるんで、とんこつ中さんが子供が聞いてますって来てるからあ、すいませんちょっと今日具体的すぎるかなと俺も思いながら、ちょっと引きま、まあ一応なるほどね、まあ一応まあ一応行動は起こしたけども、まあ目的は果たせずというか、あ、まあでもその後一応は成功したわけね、ある意味、いやダブルの意味で、はい、あ、その成功そう成功ダブルダブルサクセスと、でもそのセクセスとその次もやったんですよ僕はい、はい、でも無理でした。え、じゃあゼロまだまだゼロなんですよ。じゃあ童貞だよ。あ、これ物議、これ物議かもしれませんよね、少しいろんな方にじゃあまだ童貞だよって言われてますね、童貞よ。いやでも仮免許は取ったみたいな、あー、まあそうだね、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 ちゃんとした免許は持ってないけども、自分ひょっとしたら今の自分の感覚的にやこう実践した、うん、この状況が童貞だった奥、最悪結構童貞はもうちょい続きそうっすね。マジか。そのうちお前彼女本家か、旦那のチンポがいかなくていやAV 女優が書きそうな旦那のチンポが入らないっていうやつはあるけども、そんな感じだから結構僕道のり思ったより体質的にも険しいかもしれないっすね。初めてなんてね。そうですね、緊張もあるかもしれないけども、うん、そっちかな。じゃあ酒飲んでた、うん、酒は飲んでないっすね。あー、おかしいな。飲んでた方がいいですか。いや飲んでたらちょっと時間かかるかもしれんけど、おかしいな、あれ飲んでなくて30分緊張してたんじゃないです、単純に。いや舞台立ってる人間がどうしようこれどうしようこれ何言ってんだよ。でもお褒めの言葉ありますよ、えらいねって、30分動くのえらいねって。あー、えらいんすね。30はでもなあんまりないかもな。結構僕も終盤なんでこんなことしてるばって自分に思いながら、そっか、悪循環かもしれない、思いながらやって、うん、一回ね休憩挟んだ方がいいかもしれないんだね。ちょっと前でもちょっと時間かけた方がいいかも、ね、あ、前目足火目足火あのまあまあまあメインディッシュじゃない前菜の方をってことですよね、充実させた方がステージを整えるっていうやつですよね。その方がもしかしたらお互いにとっていい環境になるかもしれない、ね、うん、合ってるのかもしれないですね僕に。あー、うん、そっちの方がもしかしたら。でもまだ成功してないですから、だからね、うん、じゃあまたこれ次回お楽しみにだまだじゃあ継続で、うん、継続同定だよ、継続同定、脱ではないな。そうっすね、仮免許取得ということ で、 そうだ、ね、で彼女も結構ドヤ顔で、ああ、まあ、スタート地点には立ったねって言ってたんで結構なベテランさんじゃないのかもしれないですね3年間やってなかっただけで、だからやってたのかもわからないですけど、ね、やってたかもしれないしね。彼女面白いな、ああ、まあ、いろんなの見てきたけどこういうことももういるよ、こういうこと意外と後半伸びるよっていうね。あ、初めてじゃないんですね、このタイプも。そう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 、彼女にとってこういうタイプもいるいるって。なるほどなるほど、いつでやってたのかなっていう余裕あるかもしれないね。なるほどなるほど、彼女としてはいや、まあ今後ともねちょっと実践指導の方もよろしくお願いします。はい、またやりましょう。じゃあいろいろこっから先でも飲みながらがいいかな。そうですね、ちょっと、うん、酒入ってね、込み入った話になるので。そうね、おじさんもちょっとその辺はちゃんとアドバイスしたいし。あ、まあこの辺から遊びじゃないから、もうそうっすね、やり始めたらもう。そうっすね、あ、もうそうなんだ、マジだから。ちゃんとしたところも教えてくれるらしいんで、ベンさんが、高橋さんが、あの教えやすい人形があるんでお家にですか教えやすい、あるんすか教えやすい人形が。あの使用目的はもうちゃんとして、あ、違うよ、ちゃんと面白い動きを考えようと思ってのやつ、うんうん、あれ教えやすいから。そうそうそう、あるんだ、なんか、うん、あれで教えるよ。そういうことでございますよ。いや、またお願いします。はい、はい、でもとりあえずじゃ仮免許、仮免許スタートレーンには、はい、はい、
おめでとうございます。一番始めることが大事だから。そうですね、スタート地点に立たないとスタートすることはできないですか。なんか思ったよりこう優しいフォローが傷ついていくんですね、人間。ちょっとこの優しい、いや大丈夫大丈夫大丈夫何やってんだとか言われると思ってたけど、俺はもう完全にこっち側の人間かなと思ってたからさ、まだまだだな、 足踏み入れたかな。なるほど、あなるほど、人間は2つに分かれますからね。着水はしてるけど泳いでない状態だもう。そうね、まだ入りたて、海に、海に入りたてですね。そっか、じゃあまだ大人の話できないな。やるんだやっぱ、こっから先未知のゾーンが、未知のゾーンが、未知のゾーンがあるんですね。いいでしょう。今日なんてかな、もう一個他に話したいことがあった気がした。え、何ですか。あ、でもないかな、なかったらごめんね、ないはず。ないんすか。ないな。物忘れ最近ひどいっすよね。そうなのよ、物忘れ源太郎です。どうも。物忘れと逆のフィルターがちょっとでかくなってきてるって。ああ、思い出した思い出した、いつだっけ。なんすか。土曜日か。ハイサイ新婚さんって土曜日やってる。土曜日でしたっけ。ウィンウィンの後かな、あ前だったかな、まあまあまあその辺でやってるから、はいはい、で俺たまたま、あとか親子ラジオだもんね、俺土曜日。そうですね、まあまあ、朝は、うん、まあまあ、ハイサイ新婚さんっていう沖縄の番組で、はい、こう披露宴を挙げた新郎新婦がこうテレビ局取材をお願いして、披露宴の合間に、うん、まあ、大体記念品贈呈の後に、はい、玉木愛ちゃんとかが来て、さあ本日の新婚さんは何々さん何々さんですって言って、ちょっと軽いインタビューをして、はい、最後にライオン製品をプレゼントします、はい、うん、ありますね。5分ぐらいの番組で、いい番組ですね。あるんですよ、もう長寿番組はあれ、うん、でやってたんですけど、この間ふとテレビ見たら、サムシング4西崎糸満の、はいはい、結構どこかな、会場とか司会誰かな、映るかなと思いながら見るんだけど、じゃあサムシング4西崎糸満だと思って見てたら、新郎が、はい、もう今のオリジンリスナーさんちょっとわからない人も多いかな、みーひろ、みーひろさんっぽいわけ。あ、結構ね、みーひろっぽいなと思って、したら名前がな、ひろみかなと思ったら、ひろみではないわけ、はい、まあ、ひろはついてんだけど違うの、あ違うかな、でも似てるな、兄弟かなと思って、はいはい、で見てたら、あれってまた途中にこの新郎のご友人の皆さんってこう10人ぐらい、あやりますね、おめでとうってやるんだけど、やるやる、もう見たら一番張り切ってからおめでとうってカメラの前に出てきたのがビッグノーズ。おお完全にじゃあみーひろさんだ、みーひろのヒロインだった。あれ我々との交流がある時、盛んな時って、いや長いことないよ、もう2年3年ぐらい前になるかな。あ、じゃあもうお付き合いされてる方いらっしゃってたんですかね。かもしれんね。子供も1歳ぐらいかな、見た感じ奥さんも綺麗だったよ。へえ。ああ、幸せな式を、ああ、やってた。ノーズーだったね、相変わらず。ノーズーでじゃあもう確定的になったんですね。なった、テレビで見たよ、カメラの前に出てきよったな。ちょけてたんすね。ピースだったか忘れたけど、おめでとうみたいな感じでちょけてんな。一人だけ出てきてたや。まあ仲いい友達の結婚披露宴ってなれば、まあ、はい、ピースぐらいしますよね。出ちゃうわな。トンゴシュウさんが結婚したいよねって来てるってことはもう、あ、まあ、ご存知なんだね。あ、もう皆さんも知られてる方、もしかしたら参加された方もいらっしゃるかもしれないですしね、披露宴にね、どんどん結婚していくな。焦るなて、哀愁漂うセリフが大丈夫なて。じゃポンと結婚しますって、私は多分ポンとせ、ポンとせ、何年か先にポンとせ、何年か先にポンとします、ね、私はポンとやっちゃっていいよ。今だってもう50歳の日本の未婚率見ました？え、男性ほぼ4人に1人 23. 何パー未婚の方、女性に至っては7人に1人ぐらい、うん、沖縄に至ってもうちょっと高めだったはず、はあ、全国より沖縄の方が高いという、女性 13% 14% ぐらいだったかな、まあ、低いってことですか。いやいや、だいぶ多いさ、7人に1人はもう結婚しないんだよ、50歳でしてないという、してない1回もってことよ、うん、あ、離婚してるわけでもなく、でもなく、まあ、ずっと、そう、そのぐらい別に結婚の社会でもないよっていう感じになってきてるよね。ちょっとなってきてるんすね、この敷いてまでっていうか、男性沖縄 25% 超えてなかったかな。でも4人に1人って相当高いっすよね。高いよ、高すぎませんね。え、思ったよりびっくりしたわ。まあ確かにこの上の方、うんうん、よく居酒屋、私たちの居酒屋飲みに来る方たちは全員結婚されてないですね。まあ、されてない、されてないですね。うちのキャンさんもだし、前平坊主さんもだしね。あ、そう考えると結構身近にやっぱいるんすね。いるな、身近なとこに50代で結婚できてないか、できてないじゃない、されてない方、もうすぐ50だからね、あの2人も。まあまあキャンさんはもうちょいあるけど、うん、うちの坊主さんも今年47だからね。
あ、もちろん、あ、違うの、いやいや、49だ、あ、じゃあもう本当にびっくりしちゃった、ドキッてしちゃった49ですよ、じゃあもうさん今年だ、その50代の中にも入っちゃう、来年にはもうこの統計に力貸してしまう形に、そうそうそうだね、そうそう、代表が傘を増してしまうっていう代表、うん、たまに真剣な話するともうしばらくできんなみたいなこと言うんだ、ポロッとえ、代表です、代表がちょっと俺しばらくできんなっていう、結婚を、うん、まあ代表ですから守るべきものとか、そうそうそう、そういうことで管理しないといけないものとかいっぱいあるってなってくると、だけどさ40代になると結構ポンといくよ、それこそ、どういうことですか、僕が知ってるディレクターさんも40代40中盤ぐらいかな、はいはい、の方ももう出会って半年ぐらいで、この間入籍した、あ、早い、まあゴールインが、そうそうそう、でも私も知ってる方ですよね、そう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 、数ヶ月でお付き合い、3ヶ月でお付き合い、3ヶ月で入籍だったかな、もう大人ですから、大体お互いの価値観ももう固まってるし、うん、はい、ある程度 ね、結婚前提じゃないとまず付き合わないしっていうところで、やっぱポンと、あ、そっか、そこ前提がもう入ってくるんですね、うん、40… 見極めもなんか早いよね、とかなると、あ、この人であれば大丈夫だと、今までの経験上ってことですよね、うん、そう、ちょっとこの話もうちょっとしたいな、そうですね、じゃあじゃあ CM 行ってからね、そうですね、はい、今日はシーゲさんからお菓子いただいて、イエーイ、ありがとうございます、シーゲさんのオリジナルです、皆さんメッセージどんどんお寄せください、お待ちしてます、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします、ビッグワンでの買い物楽しみだな、え、ニーニー、あ、ヤンキーだ、だ、ジンカリオ、いや、僕今日お金持ってないんですよ、ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない、誰かや、だ、持ってこい、いや、本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです、だ、やり方なろう、良い品をいつも安くビッグワン、さあ、シゲさんのオリジナルは生放送でお届けしております、はい、あの代表の話しながら俺一人、うんうん、相手探してる女性思い出した、おお、国語教師の42歳、あ、僕と同い49年生まれ、いいぐらいっすね、いいぐらいっすね、ね、国語教師ってのもまたで、俺なんか後輩の先生の紹介というか、はいはい、誰かいないねっていう話があったんだけど、まあ、見た目も中身もほぼオール5なんだけど、ここまで独身できてる、なんで仕事が生きがいだったとかそういうとかなのかな、だから急になんか結婚したいって言い出してるんだけど、お、今まではだから分からん、もしかしたら親御さんが体調崩して早く、ね、結婚したいとかってなったのかも分からんけど、これだけ、まあ、全くその辺の情報はなくて、うん、なんかうちの職場の人が急に、結婚したいって言い出してんだけど誰かいないね、42歳国語教師、綺麗でいい人よっていう、おめっちゃいいね、代表もシュッとしてるからこの女性の方も気に入る可能性も、なんか2人で古今和歌集とかこう呼んだりもできて代表見たら教育者みたいな感じ、そうですよね、教員免許持ってますよね、代表も確か、教員免許はないんじゃないかな、ないですか、美術のなんか俺、あ、ダッターズやってたよみたいな、ダッターズ確か俺なんかが入って芸大通って取ったんじゃなかったかな、お、いいじゃないですか、入ってからなんですよ、2人で結婚したら絵本とか作り出すかもしれないですね、国語教師の方が文章書いて作家と絵を分けて、そうそうそう、まあ、今代表先生じゃねえからいいか、俺なんか両方とか両方先生ってちょっとドキドキするんだよね、おお、大丈夫かな、硬くないかなって、なるほどなるほどなるほど、あ、いやでも、うん、やっぱり教育論とかで話が盛り上がったりするんじゃないですか、まあ一応は、あ、ちょっと代表紹介しようかな、いや、いいと思いますよ、もし今代表が欲してるのであればね、今ちょっとパタパタしてるからな、まあ代表があれだったら上田さんも、まあ、一回会うだけで、そうそう、上田って言ったらいっぱい紹介できる相手がいるんですね、後輩だから上田も知ってるから、はい、あ、上田いるさって言ったんだけど、はい、上田よ、
若いのが好きなんだよ。古今和解のジョグ、いや古今和歌集みたいな。そう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 。20代とか。あといるかな、キャンさん。いいんじゃね、それこそキャンさんは。キャンさんは先生どうかな。数学の先生教師やってますもんね。まあ、キャンさんの好みの女性は、うん、はい、おばさんになったら沖縄のおばさんになる人です。あ、まあまあ言ってたね。あ、まあ、からこのカラッとしてるというか、こう仮面攻撃、仮面仮面攻撃とかするような。そう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 。まあ、どちらかといったら家庭的なってなるんですかね。ああなるほど、お家で支えてくれよというような。そうだね、代表ちょっと押してみようかな。代表の好み、あといるか、あといる。ああ、まあワニ先生は、いやもうあの人はもう独身まだ独身じゃないと思います。でもことぶきパンチさんも彼女欲しそうな気はするんですけど。26ですかね、ストライクゾーンだな。大丈夫ですか。分からん、相手の好みは全く分からないんだけど。26か。いやね、離れてるな。40いくつまでさ、もう国語教師である意味自立してる女性がことぶきか。でもぶっ殺したくなんじゃないか、ことぶき見たら。見たら、いやもしかしたらどうにかしてあげたいっていう気持ちも。私がダメ男を、なんかあるじゃない、私がいい男に育てるとか、うん、あ、まあそういう女性いますけどね、はい、こう パトロン的な気持ちが、そう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 、助けてあげる、補助してあげるっていう気持ちから芽生える恋心もあるんかな。すっげえいいスーツことぶきさんに買ってほしいですね。40万ぐらいのスーツ。まあ似合わんだろうけどね、着られてる形になりそうだけど。なるだろうな。なんか最近いいシャツ着てるの、それ彼女がって言うんでしょ。彼女がさつって、そればっかりはこっちがビンタしたくなります。いいね。でもジュピノリもやっぱりね、モデル事務所のスタイリストさんと結婚したらおしゃれになってきて。そうですね、おしゃれな。だからね、その辺は分からんと。あ、だから iPad ちょうだい。あ、すいません。あ、ね、メール紹介していこうか。うっちーさんが、うん、あ、サーキーはキャンさんとお似合いやけどなって、うん、おこういうのでさ、意外となんか冗談っぽくやってるうちに、そのうちお互いがなんか急に意識し始める。高校生これでよくくっつきますよな。高校生周りのね、やられて仲いいよなっていう話からね、じゃあ付き合うみたいな。あ、これ前オリジナルで話したかな。なんでしょう。一度マギヒロインの打ち合わせの時に、はいはい、まあ、中学校の時も付き合ってたんですけど、一旦別れて再会して結婚に至りましたみたいな話してて、うん、で中学校の時はまあやっぱりなんか中学生同士の軽いノリで、なんかよくあるじゃないですか、こうグループ内であいつと付き合ってたのと今度付き合うみたいな、こんなのあるじゃないですか。あるわ、やっぱり。いや、あるでしょうね。中学校は軽いっすよね、軽いっすよ、相当。そういう考え方に関して、グループ内で、グループ内でやる、グループ内。私の一番最初の彼氏、ああああと付き合って別れた後に同じジョバスの子 2,3 人と付き合ってますから。でも、でも私含めてみんな、あ、今度あんたと付き合ったんだ、おめでとうみたいな感じですね。いや、なんか行かれてやがんな、少し。なあ、宗教みたいな今。チャタンチュ、チャタンチュ、チャタンチュ、チャタン、応援でき、まあ中学生は大丈夫なのか。別になんかそんな揉めるとかもなかったですし、なんだったらちょっとノータッチに近いぐらいしたかな。なんか彼をかけてワンオンワンで勝負とかしなかったんですか。バスケットで。なんて熱い健全な戦いやし。スローなってな。あんたにくれてやるよ。負けた方がね、今。そう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 。負けたよ。ユーストリームあるからって。ちょっと表情も作ってますけど。そんなのはなかったですけど、まあでも思ったより皆さんが思ってるよりはドロドロしてなかったと思いますよ。サバサバで。うん、そっかそっか。うん、はい、じゃあこちら行きましょう。はい、ベンビーさん、さっき、それと今週はジャリスケかな。はい、はい、さーい、神奈川のノーミーハートですなり。どうも、どうも。どうも。先週は折り合わには似つかわしくないおつやネタの投稿で失礼しました。はい、いえいえ。で今日はまたおつやネタで失礼します。いや、またやるんかい。やるんかい。ただ今回は、はい、自分がイメージしているのと違うおつやを体験したので、その話をしますね。うん、ベンビーさんたちはお葬式と比べながら聞いてください。はい、式場に着いたら個人の思い出の写真が大画面テレビに流れてるんです。うん、見たことないな。うん、まあこれについては今時の流行りなのかなと思ってたんですが、式が始まるとまたまたイメージと違う進行が続くんですね。まずは参列者全員で黙祷、そして続いたのは喧騒曲が流れる中での喪主のメッセージのナレーション、
モノシモシュのメッセージのナレーション。その幻想曲は個人の思い出の曲グリーンの奇跡、うん、最初はサビで叫ぶあのままで流れるのかなと思ったらキーボードの生演奏でした、うん、この時は静かな雰囲気のニービチに来てる気持ちになっちゃいました。で、お焼香の時一番イメージと違うなと思ったことが、それはお通夜でも必ずお経を読むお坊さんがいない、うん、でお焼香の時はショパンの別れの曲、どんなやつだショパンの別れの曲、ショパンたしなんでないな僕はもうと、うん、そうね、ノーショパン、ジョコビッチとジョコビッチたしなんでんだ、かっけそうだね、ショパンの別れ、ね、どんな曲なんだろうね、はい、の生演奏が流れてましたね。一緒に参列した人とはご家族が無宗教だとこんな式になるのかなと話をしてたんですが、それはそれで個人のありし日を思い出すにはイメージ通りの式だったの式だったかなと思いました。ベンビーさんたちにもいつかはお葬式、次回の営業仕事が来るかもですね、うん、とにかくゆりかごから墓場までお仕事と、今週の放送も最後までちばりよ、でも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 、どうも、まず思い出の映像が写真の数々が流れるんですか、並んでる参列してるちょっと横にこういう写真が流れる映像流れてるのたまにありますけど、あの業界の方だといろんなこう舞台で使ってたのとか飾られた写真があったりっていうのは一応見たことあるかな、でもやっぱりちょっとすごいっすね、ね、一般の方でしょおそらくは、うん、で奇跡が思い出の曲なんだ、ね、じゃ結構あれなんですかね、うーん、若くしてなのかしら、まあギリセーフかな奇跡だったら、はい、ね、みんななんかあれじゃない、はい、生き返るんじゃないかみたいな奇跡起きない、奇跡起きるんじゃない、期待感も込めつつちょっと気持ちがあったり、お坊さんって告別式いるっけ、沖縄どうだったかな、告別式ですよね、お経告別式は、あでもいたような気も、いやうっすら BGM じゃないか、あいないかいましたっけお坊さん、いや僕確実に覚えてるのは、はい、池田すぐるさんの曲がずっと流れてた、あの告別式は覚えてるわけ、確か曲が流れてるパターン、お経を読んでたかな、告別式、告別式ではないか、あれはではないですか、ね、好きな曲、その奇跡みたいにロックとかが流れてる、マジか、ロックロック、はいはい、70年代ロックとか、あなんかボリュームの問題でもないような気もしますけどねチョイスですけどね、どちらかといったらなんかお坊さんはあの何ですか、なんかなんかそれこそね、書なのか蓋なんか他の時にこう来てお経をあげてっていうのはイメージありますけどね、告別式には来ないかかもしれん、県外とちょっと違うんですか ね沖縄は、あーどうだろう、でも沖縄でも、うん、言ったりもするのかな、国別式のお坊さ ん、 うーん、ロックが流れるとちょっと変わってくるな60年代70年代プレスリーとかちょっとテンション高い感じのが流れてくる、まあラブミーテンダーぐらいやったらね、この曲が思い出の曲って分からない人はどう受け止めればいいですか、ね、そうだよな、流れてる時に親族がちょけてるとしかちょっとこう笑いで悲しみ乗り越えようとしてるやしっていう、うん、あのでもよくさ芸人ってこう、はい、何親の告別式で漫才しましたとかって話よく聞くさえ、あるよ、俺2組ぐらいは知ってるよ、お県外の、うん、一番有名な方たちが、はいはい、あスピードワゴンですかじゃなかったかな、うん、確か井戸田さんのとこじゃなかったかなと、はい、あともう1組ぐらい誰かいらっしゃいましたけど、はい、あれってできる、どこに向け、親に向けてるんですか、ね、親にでしょ、親に、でもずっと笑ってますよ多分、家は親、あいや家はなニコッとしてはいるわな、ずっとっているから、あちょっとむず雰囲気的にな、いや賛否両論あるのかな、うん、まあ、ピは少ないかもしれんけど、はい、できるかってなったらなんか空気的にね、まあ、ネタをできるかってことですよね、うんうんうん、シーンとしてるしな、そうそうそう、いやお客さんも笑っていいかもわからんし、うん、静かなんでしょうね、いやまあそこまで爆笑はもちろん泣くかもしれない、そのお客さんは耐えず耐えきれなくてね、確かに俺がじゃあ親の告別式でさ、はい、好きな食べ物はシェミ
でもお客さんがこのギャグお父さん好きだったなみたいな。それかもしかもコントでルンバに音の家音の家あこれやったらちょっと笑うな。これは笑うかも。これうまい音の家がウィーンウィーンウィーンってみんなが悲しんでるやつ。芸人これからこれあの父が挨拶に伺いますって芸人仲間笑うでしょうね。これ面白いな。音がもうパイプ全身一気にぶつかってガン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 つってすいません1時間ほどやれば皆さんのくまなく回りますんで少々お待ちください。アレンジしてちょっとすいませんそちら2回目ですね。すいませんあこれ面白いな。これはちょっと笑いますね。これでもネタできるやし。ネタできますね。葬式っつってね。あできた。この俺のあの歌った方でルンバを買った人が、はい、あ続きもので、ね、続きもの式で使ったと仏壇としてじゃなくて、これネタのパーセンテージ私いくつか、はい、いやこれ高いなもらいたいなこれあげよう。これで営業もしネタ完成してこれ営業でやるたんびにあげるわ。おおよっとぜ。チャリンチャリンだもん10パーずつ。これいいですね。いいねめっちゃ面白いいや面白いっすねこれは。でも確かに面白いな。みんなその間もしくしくいいやりながら待ってるのかなこれもう。そうですね一応来てくれるの、まあうんガン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 パイプに当たっておくる、ね、あれ見てたらさ本当に俺一回じっと見てたんだけど、はい、なかなかいかんところだろうけど。ああこのなんでそこ3回目も4回も行ってるそこそこそこって思って、はいはいはい、ちょっと時間経ってからやっと通った時にふーってめっちゃスペースするんだけど子供見てるような、ね、結構いかんわけよスペースになかなか、うん、だから多分結構なんかもう時間かかるでしょうね。うーってなる人多いかも。あまた曲がったそこで自分でやっちゃうっていう、うん、まあ一応あのゴミでこう道しるべ作ったら来るかも。あーあゴミ探知するから。あなるほどなるほど。あそうなんだ。じゃあルートはもう作ってますんでつって。あそうだね塩とかでやっていけばいいか。やっててもうじゃあ掃除この順にやってくれよと自分で汚してますからね塩で道塩で道作って順番にお伺いしますんで、あの塩は足で崩さないようにお願いしますって。最終的に出口のところで塩止まってますね皆さんお帰りなさいにもいやいやもうさいやセンター前のセンターの方に充電器置いておいて最終的にホームに帰ってきますんですいませんねシャーって音が流れてるんでしょうねやっぱたまにぶつかるんですねガンッ。面白いじゃないですか。面白いじゃないですか。面白いじゃないですか。あ これ面白いぜ。あこれ実際セット組んで映像撮りたいわ。あちゃんとしたところで人もエキストラも並べて、ああバイト雇って単独とかで。いやこれ短編最近俺短編映画撮りたいなと思ってずっと思ってて、おアングルもちゃんと切り替えてちゃんと作るきっちりきっちりで、オムニバスで1時間分ぐらいできたら発表しようかなと思って、これすごい、まあまあまあ、結構大変よ1時間分食べるし、うんうん、まあ、でも今 iPhone のクオリティもすごいですからね。あま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 あね、何台かあったらもうすごい、ね、作れるんすか。何台かと多分つなげる作業を頑張ったら、うん、そうね、まあまあさすがにやっぱ照明とか必要になってくるとは思うけどね、うんうん、いやルンバの映画それそうじゃないですか、うん、ちっちゃい作品面白そうだな。面白そう。主人公が誰なんですかねこれ。いろいろやりたいのあるわけよ、まあ、いくつか。あそうなんですか、うん、30分ぐらいはもうできるかもしれない。あまあまあ作るのが相当大変ではあるよ。あだから、はい、完成したとして30分分ぐらいは。じゃあ頭の中のレシピというか、うん、いくつかある、いくつかそういうのあるんですね、うん、構想は作ってるんですね何個か。そうなんですよね、夢広がりますわ、ね、じゃあこっちまで行こうかな。はいはい、行きますよじゃあ、うん、お、お疲れです。5本指です。どうも、どうも。今日はキャンさんお休みですか。そうです。ジャリスケですか。はい。チェリーに花は咲きましたか。うん、あざす。僕の愛の貯水率は 62% です。ゾワ62か。まあまあいいんじゃない。もうまあそうですね、うん、まだ渇水はしてない。うん、お子さんも何人でしたもう3人2人え小指ちゃん え1人違う、1人じゃないの。この間2人目、2人じゃなかったですっけ。おあ2人いて 62% 大したもんだ。いやもうそうですね、ほら大したもんだよ断水をしなくていいぐらいですもんね。あこらそうということで、まあジャリスケ今チェリーつぼみだね、うん、そうですね。あまだ咲いてないと。咲いてないっす。咲いてないよ。二分咲きぐらいですかね。いやもういや全然つぼみ。そうなんだ。そんなあれでかいんだよ。でかいよやっぱり、うん、出る出ないわ。フィニッシュですからね。でかいんだ。ゴールですからね。そりゃそうよ。そうそうそう。そりゃそうよ。強情だな。いやに強情だな。そあその後どうしたのか聞きたいけど、やっぱちょっとオンエアで聞いちゃうと生々しいのかな。生々しいす、ね。まあそうですね。生々しくなっちゃうんだろうな。まあ皆さんもちょっと気にはなってるかもしれんけどね。うん、じゃあ一旦この辺で CM 行っちゃおうかな。はい。はい、それではここらで一旦 CM です。FM 那覇。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように。はいどうもリップサービスです。江森さん今日も顔が大きいですね。いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前よい品たくさん並べたろか。お今日も滑り知らず。当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。よい品をいつも安くビッグワン。さあ、シーゲさんのオリジナルは生放送でお届けしております、はい、はい。雪の宿ですよ、皆さん。あざす。これ、間違いないっすね。これって昔から雪の宿名前。そうで、あ、でもおばあじゃなかったっすか。これ別、ポタポタ焼きじゃないですか、おばあは。いや、あおばあね、そうそう、このせんべいに白い甘いのがかけられてるって、うん、前からあるけど、雪の宿だっけな、前から。うまっ。うまいな。うまいわ。サクサク感が素晴らしい。夏場こうはいかねえんだろうな。湿気でな。春だからこその、うん、春だからこその食感ってのあるのもいいですね、うん、うまいな。あとこれもいただいたんで、どうぞ。あのオリジンチャンプルーに。なんだよ、誰から。シーゲさんからです。おお、これ何。これは宮古牛チップスです。宮古牛って宮古島の宮古。あれパッケージ貸して。パッケージどうぞ。あ結構袋が一緒に、うん、あ沖縄牛ブランドか。宮古島だ。宮古牛ってあんま聞かんね。そうです。石垣牛はやっぱ聞きますけど、石垣牛とかは聞きますけど、うん、宮古島でしょうね。うーん、宮古島どこはでも書いてないな。あら、まあ一つ沖縄牛ブランドの一つとして誉れ高い宮古牛とは書いてある。うん、宮古島とかもしかして歌ってはいけないとかあるのかな。あーなんかその、うん、普通なんか美しい自然の中で育まれって書いてあるんだけど、宮古島の雄大な自然の中でとか、なんかその方が島アピールしそうじゃん。宮古感は出してきてないんですね。うん、違うのかな。宮古牛としか書いてない。関係ないのかな。もしかしたらなんか厳密には宮古島で何ヶ月以上過ごしてないから、あ宮古島と歌ってはいけませんとかそういうのあるかもね。ありそう、うん、これもどうぞどうぞ。はい、じゃあこれが宮古牛チップス。宮古牛を食べたことがない、イメージと違うないまま宮古牛チップス先に、うん、雪の宿に負けず劣らず雪の宿っぽいけど雰囲気はね。うまっ。ああ思ったより味しつこくないっすよね。うん、あでも宮古牛感は出てますね。本当出てるか。いやこんな厳しく当たってくるんですね。どういうことだろう、宮古牛しようってこの場合。なんか宮古牛の油を、ああ油入れてるか、わかんないですけどエキスとかなんですかね。なんか油とか血ぐらいしかないよな。そうっすよね。あでもそうかもしんない。肉は入れられんでしょ。あでもどうせエキスって書いてあるんじゃない。いや牛肉って書かれてます。え牛肉って書かれてます。牛肉をかっこ宮古牛牛肉へえって書かれてますよ。全く普通にパリパリのせんべいだけどね。ですね、肉感はないですけども。肉は自体は使ってないんじゃないですか。いやいやいや、でも書かれてるから。こう牛肉って書いてある。うん、宮古牛ってちゃんと書かれてるから。どうやってでもちょっとでも入れれば、まあ何パー以上、1パーとか2パーとかでも入ればってとこあるんだろうな。ビーフコンソメ風シーズニングが入ってるのに向こうの味だと思うよ。まあイチャモつけイチャモンついてるのコーナーじゃないか。もう月曜リジンアワー追求していきますか。細かく。いやいや、まあまあでも牛の風味ありますよ。はい、美味しいですよ。ありがとうございます。美味しくいただきました。雪の宿もね、美味しいですね。ああ、うっちさん、油でも内臓でも牛肉は牛肉。
ああもう油でも油が使われてるのかな、まあ、チップスって油で揚げるじゃないですか基本的に。それの中にちょっと宮城牛の牛脂が入ってるとかってことなんですかね。こともあるのかな。あ、じゃあその可能性もあるってことですね。なるほどね。はあ、お勉強になりましたわ。はあ、焼肉行ってな、長いこと言ってないな。焼肉ですか。うわ、たくさん食べれます。たくさん食べないわけよ。ですよね、うん。わかります。なんかたくさん食べないわけ。単品のお店に行ってがいいね。ちょっとしたもん食べ放題ではなく、飲みメインだから結局もう昔はね食べるばっかりだったからよかったけども、もうど昔は焼肉食べに行ったらビール飲まんかったわけ。ああご飯、うん、だけど焼肉屋行ったらもうビール飲まんと我慢ならんくなってしまって、食べ放題はちょっと引き合わんね。あーまあお腹いっぱい。ビールでビール代もあるさ。ビールは別料金だから。よろれいひ、焼肉食べ放題食べ放題よれ。これ今もやってます。だいぶ前の CM ですけどね。あ、 CM だったこれ。まあまあ疑ろう今日。分からないですね。ビールは別料金。でもちゃんと伝えてきてくれるんですね。ビール別料金だからあれ食べ放題でビール別料金あれ引き合わんと。まあ確かに、うん、まあ、単品の方が確かに単品でしょうね。でもなんか、うん、私そんなに肉得意じゃないんで、うん、大量に食べれないんで、はいはいはい、焼肉屋行ってもなんかサイドメニューみたいなのばっかり。あ、なるほど。キムチとか、はい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 、なんかちょっとしたユッケとか麺とかありますよね。そう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 、わかめスープとかサラダとか。昔ユッケもな、うん、やっぱ普通にあったのに食べ放題でもな。で、ね、今では今ではちょっと生肉の方はと。あ、最近生まれ歯刺し食ってきたけどね。ああ、いいじゃないですか。いや、レバ刺しもな、もっと簡単に食べられたのに。嘆いてますね。嫌な時代だ。嫌な時代。まあ、新しい美味しいものもたくさん出てますが、うん、でも発掘していきましょう。沖縄市のホルモン屋さんよく通ってたんだけど、はい、やっぱレバー刺しなくなってからあんま行かんくなったな。ああ。やっぱそれが重大だった。重要というか、だな。まあ肉だったらまあ敷いて行かない居酒屋でも肉あるしなっていう感じにはなっちゃったしさ。結構でかいんすね、便秘さんの中で。うん、大きかったレバー刺しが。いや、レバー刺しはでかい。なあ、私大好きなんで。うまいよな。生肉食べたいな。生肉食いて。もしサキがいいんだったら、はい、俺はもういつでもこの左でちょっと添いであげてもいいぜ。いやいやいや、いいよ。食うか。いらねえよ。僕も全然醤油とか用意できるんで。お前調味料。ちょっとぐらい添いでもいいぜ。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。そんなもうなんかもう。いや、美味しそうに食べてるの見たいわけよ。そういうのでなんか心が満足するわけよ。うん、なんか繊維が多そう。毛も剃ってね、毛も剃って。ベンビーさんの肉繊維が多そうだから大丈夫。野菜も食べてるよ。いや、ちょっと。あ、でも雑食が一番臭いらしいな。ああ、まあいろんな食べ物の匂いとか。オリジンで一番ベンビーさんが美味しそうな気しますけどね。いやいやいや。誰が美味しい？あ、これちょっと話して、美味しそうな人。そうそう。若い女の、そうか、若いヤギみたいな。あ、まあ確かにそれはそうだよな。絶対スーズでしょ。ちょっとでも脂身多そうだよね。でデブではないんだけど、なんて筋肉が少なそう。もちっとしてる。あ、でもあいつタバコも酒もやらないんで、うんうん、じゃあ良質な肉。育て、いい、ね、大事に育てられて、そうそう、大事に育てられてるし、好き嫌いも多いから肉も臭くないかもな。そう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 。いや、意外と好き嫌いは少ないです。あ、そうね。好き嫌い少ないですよ。好き嫌いは少ないけど、あんま食べないんか。うん、そう、ただ食べないって。お菓子を大量に。そう、だからお菓子ばっかり食ってる。大量に食べてるってだけで、好き嫌いはないですけど。そっか、お菓子を大量に食べた人間っていうのはどうなんだろうね。ちょっとマイナス点ですね、これは。脂身やっぱ多いかもしれないですね。しないですね。ってなってくると筋肉質。でも脂の方、それで中の方を食べたら、それこそ上質な。こう三枚肉の上の部分を、うん、奥の部分はうまいかな。はい、奥の部分は。江守さんは。まあ、鍛えてますからね。なんかささみとかそういうタンパク質、高タンパク質、低カロリーっぽくないですか。いや、そう考えると、男で考えると誰も美味しくなさそう。ちょっとスズさん先に脱出したから、もう今自分も男結構探してたんですけど、ダメだな、もうな、そうなるともうダメっすね。うん、チーヤさんとかまだ、まあまだね、中性的なというか方、まあ、うん、歩夢さんとか、サーレイさんとか、雪の部分も新さんとかですかね。うん、あ、そうだね。あ、そうか。あれの綺麗どころだったら大丈夫だな。綺麗どころ。綺麗どころ。ブーブーさんとか。あ、ちょっとな。癖がある味がしそうですね。少し。ラム肉みたいな、ちょっと。なんかやばいやばい。ちょっとリアルに今イメージしてきた、やっぱり。やめましょう。やめとこうか。イマジネーション豊かが出てきた。ね。スズですね。スズで。はい、決定。はい、じゃあこっち行きましょう。はい、やっぽい、やっぱり、カットしました。お、あれ、お、早い。が一番輝く白馬、
はい、何だったんでしょう。何だろう。疲れてるでしょ最近たかし。いやそれが回復しつつあるんですね今ね。こんばんは。ふんころがしより貯水してない豚骨臭です。ふんころがしはどれぐらいやってんだろうね。やってるやり高が分かんないからな。ねえ人気なくなってきた。メール少ないか。まあぼちぼちそうっすね。寂しいなって思ってるところ、昨日はまたシーミー行きました。読谷と女村の境目です。あまあ那覇から行くと遠いね。那覇でしたっけ。豚骨臭さんどこで。まあ南部ではあるよね。ああ浦添かだったっけ。まあ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 、潮が中潮だったので潮干狩り軽くやりました。お潮干狩りエロいっすね。感性。皆さんが好きな潮干狩りスポットありますか。なければ好きな下着のタイプを答えてね、うん、全然違うね。ではベンビーさんのつまみを用意して男優と待ってますよ。あら素敵。あら今日飲みたい気分よ私。はいチンチンズのチンチンが。あ本当だ写真チンポコースね出てるね。これジナヌか。ジナヌじゃないですか。奥が長男です、ね、平常時これは定芸マギーかもしれんな。おちょっとアップで見よう。まあ分からんけどね子供のあれね。いいラインをしてますね。あなるほど、はいはい、体のかわいいな、うん、かわいいな。なるほどね。好きな潮干狩りポイント、はい、ちょっと待ってよ。あなるほどね。カットしたの今見せていただきました。あおかげで迷惑フォルダ迷惑メールフォルダにあったということでね。あなるほど、ね、なるほど。これが一番輝く白馬。あ、はいはいはい、でもこれがこれはあんまり別にまあ対位的なね。そうそうそう、はい、やつですね。そんなに輝かない。これが一番輝くんですね。そうかそうか輝く対位。あ了解です。あなるほどね。さっきが一番輝く対位、うん、輝くっていうのはこう実力を。あ実力を発揮できるってこと。いろいろいろ楽しいとか、うん、まあ、ボディラインが美しく見えるでもいいし、はいはいはい、殿方を喜ばせてますでもいいし、総合的に自分が一番こう輝くでもいいし。それラストはいつもこれですとかでもいいしね。フィニッシュフィニッシュいつもこれです。ちょっとこれ次第では今後のちょっとやり方が変わってくるかもしれない。そうですよ。これはまあ結構スタンダードだな。どっち自分が一番輝くっていうのはいろいろジャンルありますけど、まあまあ具体的に言える範囲で。はいはいはい、うん、あなるほどね。これラジオ聞いてる皆さんはもう悶々とするしかないわけね。モンビー。はい、これかこれか。な漢字調べてる今。これだ。ああ見せないんじゃない。見せるの。おお見せた。あもうなるほど。もう見せたよ今。これだ。ぽいな。でもぽいぽいぽい。これが私が輝くぽいぽい輝くやつですね。ぽい、前後上下どっち。後で調べよう。前後上下、うん、どっちも。いやもうどっちもと言いましょう。どっちも時と場合に応じて。いや時と場合に応じて。なるほどね。かしこまりました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。好きな下着のタイプ。男性、私は男性のですか。そうだね。ってことですか。あなたたち二人は女性のってことです、うん、そうね。俺でもオーソドックスかな。オーソドックスがよくわかんないんですよね。あのツルンツルンじゃないやつ。ツルンツルンじゃないやつ。いや何言ってるの。模様も何もなくてツルンツルンのあの佐々木希が CM 出てるなんかみたいな。めちゃくちゃ普通のやつってこと。普通っていうか普通っていうかもうツルンツルン何も編み込まれてもない。あデザインもシンプルな。何もシンプルな。するっていう感じの下着感があんまりない。やるぞっていう下着はないですか。紐細めがいいな。なんていう1センチぐらいっていうの。あ1センチないか、はい、オーソドックスな。なんかこれにフリフリついてたりとか、はいはいはい、ちょっとこう太くなったりなんだ。ちょっと面白いパンツありますもんね。パンツ。ああの今ブラの話よ。あブラブラ。そう少しこう細めというか線が細め。紐細め。あまあまあ横はねもちろんこっちはそんな急に細くはならんけど。うん、男の人のパンツ先、うん、好みはないんですけど、うん、なんかダルっとしたら悲しくなるっていうのは。ああそれあるな。ダルっとしてたらゴムのところとか、はい、まあ、太もものあたりもそうだし、ダルっとしてたら悲しくなる。あと色褪せてたりしてたら、あ、はいはいはい、やっぱ気を使ってほしいと。なんかこの内側に気は使えない人なのかなってなると、うん、なるほどね、もしかしたら引き締めないといけない時にもダルっとしちゃうタイプなのかしらって思っちゃう。なるほど、はいはい、そこはあるね。もしかしたら私はですけどね。ブリーフ、トランクス、ボクサーで言うとボクサーっすね。ああまあ引き締まってる感じしますもんね。ボクサーだな。締めやっぱボクサーだな。締めてかかってるなってい う, うん、なんかシュッとしてんなっていうおしゃれ感も出ますしね。え、うん、そうジャリスキー入ってるのはボクサー。自分があのローテで、うん、ボクサーとトランクス。あトランクスもトランクス見たことある気がする。ジャリスキーの
そうだそうだ、トランクスがダメかもしれないです、うん、私なんか俺もどっちもし女だったらまだブリーフの方がいいかな。おっさん感は出ますよね、すごくダボダボしてる、ダボダボしてる。あ、でも稽古場で脱ぐボケやるときはボクサーで行きますね、うん、ちょっと一回なんかトランクス見たっけ、多分気が衣装の着替えの時とかだと思いますね。私も何回か見てる、黒のね、あのストライプの柄まで覚えてないけど、昔はでもボクサーってそんななくて、はいはい、トランクスがなんか大人の象徴みたいな。へー、ああ僕も、はい、僕そうでした、うん、小学校の時によく小2ぐらいでブリーフかトランクスになったんですけど、うん、小6ぐらいが会いに来てすごいなんか新生児が現れたみたいな、こいつ小2でトランクスに買い上がったぜみたいな、ちょっとざわつくっていう上級生が、上の人からしたらもうじゃあなんかすごい大人なものを、俺たちは3年か4年ぐらいでしか買いきれなかったのにみたいな男でしょ、まあ、ね、もう一つ来てるのこれ今来たのかな、ひけるのサボさん、はい、してからベンビーさん、シュリミーがツイッターでベンビーさんの弾き語りが始まったら飲み会のお開きみたいなツイートしてたけど、弾き語りのレパートリー教えてちょんまげ、えあれツイッターしてた一応ね、はい、あいつか、あじゃあ木、え先週、はい、木曜日ぐらいかな、まあ飲んだわけよ、はい、おう、ああなんか上げてましたね、た SNS に、ちょっと見して、ちょっと検索してみましょうね、うん、今俺多分人前で弾いたのって初めてぐらいかもしれないすごいっすね、シュリミネさんだとしたらそれ弾いた、え何人かいたんだけど、はいはい、でそんなに弾けるもんでもないから、もう一人の時に本当にあちっちゃい声で、はい、ちっちゃく弾きながら見して、あ本当だ、あ結構様になってるからいいや、写真付きで、写真付きでなってますね、いいね、きっちり4月14日の午前5時、あ本当だ、こんな時間かも、俺よっぽどそうですね、でももう携帯のネットのサイトの、いやいいですね、じゃあ本当に、いやこれは取っときましょう、逆に取っとこう、逆に逆に取っとこう、いや逆に取っとこう、そこにギターが、逆に いや触りだけ、じゃ触りだけ、ちょちょちょ、逆にこの持ち姿だけの、アレルギーなんか、ちょちょちょ、アレルギーでも発症するのか、これもうじゃあ僕と飲んだ人だけの、ああ特権みたいな、そう足が痛いや本当そうなんでもない、なんかコード見ながらも簡単なコードで弾けるやつ、あ、まあ、基本的なコードで弾けるやつ、結構弾いてますね写真見たら、そうを一人の時にちょっともう陽気になってきた時よ、ほろ酔いぐらいの時に本当だから大きくは弾かない、プライベートな、あの親指で優しく弾いてるんでだから押さえるのが甘くてもあんまりなんていうの変な音出ないから、だから押さえるの甘いとこいっぱいあるんだけどね、いやでもそれなりに一応曲にはちゃんとなるっていう、そう、たしなまれてる、たしなんでるよ、聞きたいな、いや今度遊びにおいでよ、あじゃあもう飲んでそのためだけに飲みに行きたいですもんね、今そう何曲かじゃあやりましょう、なんかすごい珍しいメンバー飲みに行かれませんでした、うん、最近この間ね、プーキーとシュリミネと、はい、純選手とユキノブ、ああこの日ですか、この日弾き語りの、でももう純選手とユキノブもういなかったかもな、これ、あユキノブいたや最後まで、純選手がもう帰ってたのかな、あちょっとなんか都合が悪くてなのか、あの代行で帰るっつって、え結構遠くなかったですかもな、3,000、4ぐらいかもしれないですね、雪の部下飲んだことないな一緒にいやまあ楽しかったよ、あ本当ですか、雪の部飲んだら楽しいですよ絶対、そうです、本当ですか、はい、そうなんです、楽しかったです、はい、じゃあもうこの辺で締めないといけないのかな、また次番組あるよね、7時からあるので、はい、はい、じゃあ来週キャンさん帰ってくるでしょうねおそらくね、はい、はい、と思いますので、皆さんぜひ来週はフルメンバーできますんでぜひお楽しみください、お願いします、ということで今日はこの辺でお別れです、お相手はベンビーとジャリスケでした、さっきもいたよ、番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。